皆さんどうもこんにちは、ジャンダルムと言います。今回はですね、皆さんの今までのスラップをワンランク上に上げるための練習を自分と一緒にやっていきましょう。題しまして、一緒に練習しようぜ、ワンランク上の安定したスラップをするために、よろしくお願いします。この自分と一緒に練習をするフレーズを弾くっていうのを少なくとも1ヶ月はやってみてください。これを1ヶ月やっていただくことによって、バンドメンバーだったりとか周りの人から、あ、こいつスラップ安定してきてんなっていう風に思ってもらえると思います。バンドメンバーに一泡吹かせてやりましょう。この自分と一緒に練習をする上で注意していただきたいことがありまして、一つ目の注意点が、自分が弾いているフレーズをすごくめっちゃ聞いてください。聞くっていうのが、音の長さだったりとかリズムの配置の仕方だったりとか、いろいろと変化をつけてベースのフレーズを弾いていくので、その点注意して聞いてください。それともう一点注意点がありまして、ドラムではなくて自分に合わせるように弾いてみてください。あくまでもドラムではなくて自分に合わせるように弾いてもらうことによって、このグルーヴの変化のさせ方とかを真似ていただきたいんですよ。なので、この2つの注意点を気にしながら自分と一緒に練習していきましょう。練習の進め方なんですけど、まず BPM100 でグルーヴに変化をつけながら2分間弾いていきます。その後 BPM120 にして、また同じフレーズでグルーヴを変化させながら弾いていきます。これを4フレーズに分けてやっていきます。なので合計で16分ぐらいですかね。なので、Twitter とか YouTube をこうダラダラ見る時間をベース弾く時間に当てていただければ、まあ大丈夫な、まあ、そこまで生活に支障がない時間だなとは思います、16分なので。はい、これはスラップに慣れていない初心者の方にもおすすめですし、なんかスラップ安定しないな、グルーヴしないなっていう中級者の方にもおすすめです。調子悪い人なんかにもおすすめです。このような形でですね、ベーシストにとって役立つような動画を投稿していきますので、皆さんチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。長々と失礼しました。それでは早速練習の方に行きたいと思います。
疲れた。はい、皆さんお疲れ様でした。自分も弾いていたんですけれども、めちゃめちゃ疲れますね。これやっぱりダラダラと長い時間集中せずに練習するよりも、短時間でもちゃんとしっかり集中しきって練習した方が確実に身につくと思います。あとは自分で弾いていてさっき感じたんですけど、結構腕とか肩とかに疲労感が溜まってくるんですよ。ただそこで疲れたちょっと休もうって言って止めないで弾き続けることによって、ベースを弾く時に必要な筋肉っていうのが養えると思うんですよ。それを養えることによって、長時間弾いてても集中力が切れないベースを弾けるようになれるので、ちょっと疲れたなって時もぐっとこらえて我慢してそのまま弾き続けるのを結構やった方がいいと思います。なので皆さん、短時間でも集中してぐっとこらえて練習をし続けるっていうのを皆さんぜひ継続してやってみてください。自分も継続して練習し続けようと思います。このような形でですね、ベーシストにとって役立つような動画を投稿していきますので、皆さんぜひチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。